さん、ベジックスミスさん、リーさん、ハジマさん、チッチさん、サラマンダさん、マグロックさん、ナーラブさん、イスちゃん、元気やっほー。ちょっとまつげ、大根切ってる？大根切ってないよ。どういうこと？大根？あ、自炊したってこと？マミヤさんいない？いないよ。あの今日お昼は、でもお昼ってお昼じゃないんだけど、はあ、やばい、いろいろ見えてた、最悪。M ステが今これ流れてる。そう、なんかさ、お昼はお肉食べたんですよ。あの家にあった、いつのか分からん、あの豚肉を焼いてみました。気持ち悪くなった、めっちゃ。芋たれが、あれ、まつげ今日塗ったっけ？なんか上がってないんか。ちょっと塗っとこう、一応。よいしょ。トシさんのアイドル最高でしたね。ね、今ね、見たよ、ちょうどやってた。見たっていう見たじゃないけど、流れてた。布団が珍しく綺麗、毎日綺麗。母さん、こんにちは。こんばんは。髪はじいろいろしてる、やば。本当？ちょっと鏡代わりにしてごめんなさい。よし、オッケー。よし、オッケー。難しいですね。落ちてしまった。さっきママから電話かかってきて、カナがさっきの配信で泣いてたから心配したらしい。で、そのじいじのこと話したんだよね。それで悲しくなったんだよねって言ったら、あ、そういえばもうすぐ痛い命日だもんねっていう話になったんだよね。いや、そういうさ、うち日がさ、なんか近づくとさ、悲しくなって、なんかさ、いや別にさ、そう、自分が悲しもうと思って悲しんだわけじゃないけどさ、なんかさ、感じるんだよね、悲しみを。みんな、やっほー、来てくれてありがとうございます。何の音これ、なんかエアコンの音なんだよね、やばいよね。換気扇とエアコン同時に回すと、これなる。なな、やっほー。ね、自転車欲しい、誰かが欲しいの。ダースさん、やっほー。誰もありがとう、誰もじゃない、お持ちありがとう。こんばんは、あんか。大丈夫だよ。マッチさん、ヤッホー、ザデさん、ヒラトルさん、カヨムシ。やばいよ。花金、お疲れ様。みんな、お疲れ様。お疲れ様です。金曜日楽しみましょう。ちょっと、トントン、電車買ってあげたい。電車欲しい。今日来た？結局、スライドになるんだけど。ありがとう、ダルマンさん。みんなは、食べに。行くね、家にあったからやってみた。シルメニーさん、こんばんは。こんばんは。わかる。同じ音を弾いてる。パタパタと。そうな、よくわからんよね、この音。こんばんは。こんばんは。一部ちゃんとありがとう。なんか妹から写真が送られてきました。なんで来たの？ちょっと見てみましょう。なんか七並べの画像が、私の妹がミューポンと当たったそうで、それ送ってきた。ミューポンちゃんとやったよって。あと謎のカナのカードをなんか見せびらかしてきた。ゲットしたんかな。いいな、ゲットしたの。あ、間違えた。ちょっとボイスで送ろう。ゲットしたの？カナのカード。私めんどくさいから、なんか仲いい人とか家族とかには言葉で送ってしまうよね。だから、あのメンバーとかでもたまにボイスで送るんですけど、そのボイス送ってるのはもう、あの仲いいからと思ってください。めんどくさいからじゃないで。岡山行きたいの。アシーさん、アリッチ、カカミナリさん、こんばん。
マック魚彼がバタリガと泣いてないって言ってたよ。泣いてないよ、泣いてない。どんどん聞こえそう。これ何の音本当に。たまたこさんやっほー、ゆうちゃんやっほー。ママにコメラ見られてる。いや、お母さん何を、ママは何を見たかから、パパが配信見れてパパがママに言ったのかもしれないし。たきさんこんばんは。たたたた、やっほー。そう、キャットの差がある。本当？だからこのポンポン言ってるのかな。鈴鹿やっほー、ほかっちゃ結婚してどうしようかな。あ、そうだ、今期じゃない、間違えた。あの、モテキ来なくなるから結婚してはね、断ることにしたんだ。牛丸太郎さん、こんにちは。エアコン差し入れ欲しい。水ポタポタしてないのに全車使ってない。こいつも窓隙間開けてみよう。え、窓開けたくない。橋の音が全部聞こえちゃう。通気口オフにしてオンにすると開ける。そうなん？やろうかな。 BMX ならあるならやりましょう。何する？ゆうゆうさんお疲れ、お疲れ様で。俺の家の自転車持ってけ。欲しい自転車本当に。なんかさ、私さ、でも自転車なくしてしまうよね。空気逃げとくのよ。換気扇したら違う。なんか臭いからね、部屋が。ちょ、お肉で。お肉めっちゃ臭い。焼くと最悪。ピースクルっていうレンズ。ねえ、それさ、なんかママに言ったよね。それあるからさ、それ使おうかなと思ったけどさ、お支払いがさ、なんかさ、クレジットかさ、 D 払いって書いてあってさ、無理やんと思ったし、クレジット持ってないし。タコタン、あとありがとう。それさ、あれちいから、あとありがとう。入社はジモティで無料でもらえる。そう、ジモティ調べたんだけどさ、なかったよ今ジモティで。いいの。クリアさんこんばんは。なんかめっちゃちっちゃい、なんか女の子の子供用とか習ったけど、小学生が乗るような、そんなのはちょっと恥ずかしいなみたいな。ひろさんこんばんは。久々に2歳でよくしてる。いや、昨日はめっちゃ対応にしてただけ。ひろさんこんばんは。すずさんこんにちは。ありがとう。そこ行ってみね、本当に。行った方がいいよ。そっか、行ったことある。びっくりさんこんばんは。 LINE 来ると報告してくれるシステム。そう、じゃあなんか今たまたま妹から来たから報告してあげようと思って。たくたん、ありがとう。 SR もらいました。やった、3期多い。本当？妹も七並びしてるのかわいい。そう、妹も七並びしてるんよ。妹七並びしてるよ、しょっちゅう。でもなんか確かカナウのカードしてないって言ってた気がする。なんかサッチンの使ってるみたいな言われた気がするな。確かサッチン応援してるからって言われた。こないだいちごちゃんと対戦した。え、いいな。え、名前わからん、教えてくれん。配信の来てた名前も教えてくれなくて、この前教えてもらったんだけど、結局全然教えてもらえない。そういうのマミをゲットだぜ。どういうこと？あれ、俺にもボイスでいいよ。無理。ゆうゆうさん、すすきありがとう。送るわけないじゃん。ゆうゆうさん、すすきありがとう。換気扇止めると治るよ。そう、換気扇止めたくないんだよね、もう臭いから。こんばんは、ほかや。キッズさん、ようちゃん、電車乗れる高校生のキッズ電車あったよ。通気口オンにしといた方がいいかな。12インチの、え、ちっちゃいってこと？今日満月。そう、今日満月だね。なんかお肉の匂いがして臭い。そうそう、お肉焼いたからお肉の匂いがすごい。焼肉の後の部屋みたいになってて、だからね、ちょっとさ、長野いいね。可愛くないよ。加藤さん、誰もありがとう。彩香さんこんばん。換気扇一瞬止めてみ、見ようかな。補助輪付き乗る、乗らんわ。子供用の自転車欲しかったんだよ。違うわ、違うわ、絶対に。あ、やばい、目見開くのやめなさいって言われた。親のもしかして足ん、あ、乗れる。そう、乗れるよね。別に乗ろうと思えば乗れるんだけどさ、妹の方が可愛いよ顔。ザッキーさん、ヤッホー。え、何それ、行ってみたい。そういうかっこいいところ。姉のカード使ってない。そうなんだよ、姉のカード使ってくれない。でもなんか今送られてきたからワンチャン使われてる説もあるんだよね。ツンデレなんですよ妹って。本当にツンデレの、ツンデレの極みって感じなんですよ妹ね。すごい、カナのことを絶対に褒めないのに、あの学校の友達とかに、あのお姉ちゃん可愛いって自慢したりしてるんですよ。だからなんかツンデレなんですよ。カナの前ではね絶対そんなこと言わないんですよ。はって言われる、いつも。ちょっとね、もしかしたら使われてるかもしれない。ガチャ引かないで狙い、叶う狙い。やった、嬉しい。マルさんね、来てゾンビダンスしたの。ゾンビダンスしたよ。でももう全然ゾンビ怖くないし。新さん、一人焼肉してないよ。普通にキッチンで焼いてみたいな食べた感じ。サニシャなわけないじゃん。愛媛、愛媛行ってみたいな私。メール来た。オン、オフに、オフオンにしよう。換気扇はオン、今オンにしてるんだよね。なんでなんだろう。反抗期？何それ、かわいすぎ。そうなんだよ。やっとリオピーがゲームに出てきた。ほんと？
かった。どっちもどっちで厳しい、こうかわいすぎでしょ。きっとお姉ちゃんがアイドルって自慢してるね。自慢してない気がする、それは。でもなんかかわいいって、その STU 入る前とかに、なんか STU 入る前に、去年のイルミネーションの時かな、家族でイルミネーション行った時に妹がカナの写真をなんか上げてたらしくて、かわいいみたいな。でもカナ知らないんですよ、その当時は。当時は本当にあのなんだっけ、妹にブロックされてたから。私でもなんかそのいとこがつながってたらしくて、 いとこがなんか上がってたよって教えてくれて、絶対大好きじゃんと思って、カナのこと。ちなみに全然知らない人たちで弱くなれるんですけど、もしかしてカナの家族と当たったんかな。え、なんて名前、名前によってはそれかもしれん。ママこの前めっちゃ合わせたし、ね、ゆうだいさんこんばん、きっとお姉ちゃんがいるって。え、でも帰りの電車ちょうどいい時間に配信であり、え、ほんとよかった。お仕事ひかりさんってさ、こんばん、勉強のするけど雨、違うな、換気扇、山吹さんこんばんは、かなっぽ。北陸は金沢からしてくれて、北陸行ってみたいな、かなも。ブロックそう、なんかね、ブロックされてたんだよね、私。ブロックされてたんですよ、妹にずっと。LINE も一時期ブロックされてて。そう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 、なんか、ね、謎のブロック。普通にさ、あの、なんだっけ、アイス買ってきてもらうときか、いつだか忘れたけど、電話したいんですよ、なってさ、なんでって言ったらさ、ブロックしてるからだよんって言われた。みやっちや、お猫さんおはよう。妹の話嬉しそう、嬉しいよ。妹見てる？見てないよ、絶対。美人いてしまう、いや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 、私のお姉ちゃんと妹が綺麗なとき、私は美しくない。思春期だから難しい年頃ないよ。悩まで覚えたら、本当？え、でもママ言ってなかった気がする、ストラグ4になってさんと当たったって。多分ね、当たった方ね、過去にね、言ってきたよね、ママ。この人当たったよって。これ違うのかな？ケンピョさん、こんばんは。サトピさん、好きありがとう。嫌がられてるやん。そう、一時ね。パセリさんも妹に、そうなの？サトピさん、こんばんは。金曜日からの日ではかなちゃん食べた。食べてなぁ、本当に。行ってみた。サトピさん、好きありがとう。リサクさん、こんばんは。今はブロック解除されてる。今は解除されてるけどさ。三姉妹そう、いないいやいや、三浦みのりさん、こんばんは。そう、なんかブロックされていて、妹になんか知らんけど、理由もなしにね、でブロックしてるよっていう報告をされて、謎の、別にその報告いらんけどみたいな感じで思ってたんですよね。でも可愛いですね、そういうところも。ツンデレだなって思います、いつも。ママさん、カナのカードでやってる。そう、カナのカードでやってる気がする。ママカナのカードなんだよね、頑張ってくれてます。で、実家に戻った時に、ん、実家静岡に行った時に、せーのってやった、ママと。ヒーが寝言何言ってた、なんか四角い、この部屋の中に四角いものが、部屋がもう一つあるって言ってた。ワッキーさん、おはよう。相手が俺のこと知ってたっけ、だけどかな。カナのカード使ってくれてたんかな。え、使ってた、その方は。足がかゆいよ。待って、またかり刺された。この部屋に蚊がいる、カメムシかな、カメムシに刺されたんかな。あ、来るかも。あ、待って、洗濯槽、私さ2時くらいに回してさ放置してんだけど、え、もうアウトですか。え、さっきママと電話したときさ、あ、もうやばいかなって話したよね。え、アウトですか、ギリセーフ。アクリル君、こんばんは。あ、ね、妹大好きじゃん。なんか一番上のお姉ちゃんはよくなんか妹とお出かけしてますよ、車で。私はこっち来ちゃったからそれできないけど、休みのたんびになんか一緒にかき氷食べ行ったりとかしてる気がする。いいな、洋菓子の日、お月見だから。さとびさん、ありがとう。好きからなんかやっぱ俺は井出の外れを見てる。外れって言うな。外れを見てないですよ。どういうこと、理解ができん。当たりですよ。かぜさん、こんばんは。よしさん、初見で。さとびさん、こんにちは。あ、そう、こんばんは。さっきさ、ちょっと見てたらさ、自分の、情報を探ってたらさ、なんかいきなり声でかくなってびっくりしたって言われたから、ちょっと気をつけようと思って、いきなり声でかくするな。カナオとかプレスクルーセ絶対嫌だ。素敵なお母さんでしょ、浦部さん。かな、
うらみさん、バラありがとう。ああ、カメムシ刺さない。そうなの、やば。もう覚えたら燃えちゃうよ。こんばんは、体が良ければセーフ。やばいよね。燃えちゃうのそれ。なになに、まだセーフ。洗濯機そう。アウトかどうかは悲しだよ。まあ、匂い嗅いでみるか、一旦。東京から入ってから行ったやつ、東京来たお店。わかる、東京の抹茶の店美味しい、めっちゃ美味しい。もう一度洗濯したらなんかさ、襟とかさ、こうなっちゃわないかなって思ってしまう。得が減った、もう最悪。得減った、終わった。埼玉財産おはよう。サンタキホーチャー燃えてくるんよ。え、なに燃えるん、え、待って、私夢でさ、ちょっとさっき夢を見てしまったんだけどさ、まあ、つまりお昼寝をしてしまったってことなんだけどさ、なんか電子レンジのさ、電子レンジってさ、アルミホイル入れたら爆発するじゃないですか。で、私なんかアルミホイルのついた帽子をかぶってたんです、自分で。普通にアルミホイルのついた帽子かぶってて、レンジレンジを回したんで、そしたらなんか私の帽子から火が出てきて、普通に足、別に電子レンジの中にいるとかじゃないのに、なんか火が出てきた、頭からっていう夢を見ました、さっき。怖かった。そらともさん、お疲れ、こんばんは、来てくれてありがとう。安井さん、こんばんは、だいぶやってくれたらしい。お誕生日おめでとう、ドライブ大好き人間さん。ケイさん、こんばんは。カイさん、あの子をまとめたんか、待ってください。喉が変わる、ん、変わりは大丈夫、よかった。サタビさん、ありがとう、好き。今のところ大丈夫なら平気。アルミホイルの帽子、そう、なんかアルミホイルの帽子。テイカーさん、ほよ、あら、爆発しないかな、火花散る、そう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 、それ。この折り目がついちゃう、確かに。うわ、やってこないと。じゃあこの配信は30分ぐらいにして。イケアの帽子か、え、違うよ、つば付き帽子だよ。中の火花が散るのに、なぜか、なんか別に外にいるのに、え、レシレジの中に入ってるわけじゃないよ、なのになんか爆発した、頭が。自分の魚っぽ夢、そう、夢だよ、夢でよかったわ、本当に。ママにさっき言ったもん、怖くて。ちょっと起きた瞬間にママから、違う、ママの電話で起きたんだよね。何してるのって言われて、多分普通に私が配信で泣いてたことが心配なんだったんだろう。まだなんか言われたのって言われて、何も言われてないよ。でもさ、私ってさ、なんかさ、全ての全員のさ意見を取り込もうとするんだけどさ、してたんだけどさ、今までその全員にさ好かれることなんて無理なんだなと思ってさ、学んだ。まあ、ごちゃんの意見は別に取り入れてないけど、取り入れてるけど、ちょっとぐらいは。だから私はここの肉をなくしたいです。めっちゃ言われてた、なんかここの肉、ほっぺの肉がなくなればいいのにみたいな。なくならねえわ。痩せてる時もここはブニブニだったんだよね。だからもう私脂肪吸引しちゃおうかなと思った、ここ。エラって言われたけどさ、私特別エラ張ってるわけじゃないじゃん、多分。分からん、私がそう思ってるかもしれない。え、私ってエラ、あれ張ってる方なんかな。張ってるわ、ここ。うわ、確かに。でも気になるよね、自分でも気になるから、気になってるからね。夢見てた。え、今え新幹線にいるの、あ、飛行機か。でもそう、帽子だと雷について、確かに。まあ、家の中に引きこもるけど、アルミホイルの帽子だったら。どうしたの、この前のか、またしくしくないですよね。しくしく泣いてたの、え、しくしく泣いてた。もういつも娘が心配ない。こんばんは、歩く言ってないですよ、ママさん。そう、え、違うよ、え、それで泣いたんじゃないよ、普通に亡くなった人のことを思い出して悲しくなっちゃった。無理、もう私も会いたい、早く。でも私はママが
家族とかが次に死んだらもう生きていけないから普通に。番号は唐揚げ生姜焼きで絶対生姜焼き。私昨日唐揚げ食べたから絶対生姜焼き。今日は全員は無理。清美の一番手行こうと途中で話してきた。いいな一番手行きたい。まさに魚っぽい。かなちゃんリーダータイプだからみんなで聞いたら全員から好かれるあなたがっていう人もいらっしゃいますから。確かに発表に変わってなった瞬間がやだ。めっちゃ見てるやん。そう可愛いからね。美味しいぞ見たら。私親知らずさ、もともと歯が少ないから、もともと4本何本って言ったっけ、何本か少ないから親知らずとかじゃないよね。言うほど偉はってない。本当自分で見た時確かになんか確かに偉はっちゃってるかもと思ってさ。いいなぁ。ここのお肉とかもなくしたい。ここがなんかここが高いって言われたけどさ、それ普通じゃない？分からん。なんかここの肉は確かにあるかもしれないけどさ。当たっていきました。すごい。何それ、なんで当たったん。ドマキさんこんばんは。そのほっぺた込みでカナの魅力。本当？それは嬉しい。でもさ、それがあってさ可愛くないって思われるならさ、それなくしたいって思うよ。こんばんは。後ろのハチアレがなんとも言え可愛いでしょ。こんばんは。マイセキさん漏れてるままメンバーかな。そうリア中から連絡来た。これだからカナのほっぺたのファンです。本当？そのまま可愛いから。いやいやいや、リアちゃんおぶせたごめん、聞こえてありがとう。ダイエット。ジェイソン・ボルビーズさんほらありがとう。かわいい、ほぶせたか。いや可愛くないバーン。なくなったしていたのか。いや、俺キニーさんありがとう。ふたさん、はい、まるまるさん、だるまありがとう。だるまじゃない、団子。ミルクの割合、何それ。ジェイソン・ボルビーズ、ハートありがとう。何それ、すごい。いいな、ジェイソンが。ほんとプニって書いて。そうそう、プニがなんか私も嫌い。自分もプニは嫌いだし、それを一般的に見て嫌いって思う人が多いからなくしたい。カナの顔に文句言えるようなイケメンはそこにおらん。確かに、確かにじゃないわ。やばい、足に蚊に刺された。リョウガさん初めまして。お酒いいな。リョウチユリヤッハー。安さくていい。カナの頃に全然気にしなくていい。そう、でもさ、でもなんかそれでそうやって言われるなら確かに私はブスだし、変えれるものは変えたいと思うよね。なんか一般的に好かれる顔になりたい。そのなんて言うんだろう、変わった顔がで好かれるんじゃなくて一般的に好かれる顔になりたいよね。誰がどう見ても可愛いと思われる顔になりたい。だからって整形するってわけじゃないけど。こんばんは。学校でいやいやモテてないですよ。ファン感想だ。まだモテてないよね。はい。あ、だって金沢沖縄いいな。月見ね、月見なんだよね。でも外出たくないの。カメムシ大量だから。無比持ってね、本当にブスだから。あのもう無比で本当に足かゆいの。やばい。なんでこんな感じ刺されるんってくらい。最近蚊が多い。なんか全然夏は刺されなかったってか外に行かなかったからかな。ファン感さん可愛いありがとう。シンゴくんやっほー。トマさんこんばんは。フラフラコモさんこんばんは。めっちゃ痒いよ。もう叩こ、これでいいかな。うわ、なんか足細くなったんだけど、なんでだろう。角度かな、分からんけど。誰がどう見ても可愛い顔なんない。え、のみなさっちのこと可愛いと思うでしょ。そういうことなんですよ。可愛いって思う人はいるんですよ、このように。何にされてるかな、可愛い。可愛くないよ、私。あずさん、こんばんは。万人近い顔なんてない。本当？ブス可愛い。いや、可愛くない。福ちゃんさん、早く体ごと見ないだから、可愛いって言ってくれるね。確かに。ホワンカさん、ありがとう。何回かにされる。いや、それな、もう、かゆくてかゆくてたまらん、本当に。オラのじっちゃんが満月の夜遊んでるなって言ってた。なんで？足の裏除菌。足の裏じゃないよ、足の普通に足がかゆい。太もも足の裏除菌。おはんかさかな、叩くしょー。俺が叩いてください。ジェモイダッシュ刺されて苦しくなる。そう、夏刺されなかったのに。こんばんは、お月さんみたいよ。カムカバーさん、あ、見てないよ。確認するから足見せないよ。
キラクラありがとう、つしさん。森金魚さん、ありがとう。トマトさん、おはよう。携帯で光りちゃって、うまく撮れ。本当？足の裏が支えない。あ、そうなん？そうなん？足の裏が支えたわけじゃなくても、そう、橋本環奈さんみたいな。いいな、行きみたい。あいにく人のルックスはどうこう言える人はめちゃ少ないんだよ。あー、確かに大型カニは支え、あー、それなんかめっちゃさ言われるよね。なんか大型って、でも私は大型が好きですよ。大型の性格大好き。大型しか勝たんって思ってる。大型とはね、全員と性格合う気がする。いや、何型でも合うけど、大型が特に合うなって思うんですよ。AB 型見てて面白いですね。ケティさん、こんばん。まかりかなの自己肯定上げに行くわ。上がるかしら。上げに来て、みんな助けて、本当に。自己肯定感一生上がらなくてもう無理。あきおさん、好き、ありがとう。え、なんかさ、私さ、そのまあ、またさっきの書き込みの話なんだけどさ、にさ、なんかなうはメンタルが持たんからやっていけないなって言われたんだけどさ、でもやめないからと思った。絶対やめてやんないわと思った。その人に言われたようになる。蚊じゃなくてブヨ。え、ブヨ無理。ブヨってでかいよね、蜂みたいなやつか。マリさん、こんばんは。エブリッジさん、こんばんは。パンケーキをドラ焼きみたいに食べるかな。じゃあ、え、懐かしい音ってさ、大型信者やからな。カヤムシ大丈夫。え、見てないよね、外ってないか。大型支えるよね。マサミさん、こんばんは。そう、今日ちょっとダンスの練習してて、でもさ、新しい振り覚えるのにさ、一人、新しい振り覚えるのってね、一人じゃなくてね、絶対手分けした方が早いんですよ。だからそう、あの練習誰かってしようって言ってるんだけど、いつやるんだろう。そう、なんかさ、ま、なんか分からんけどさ、なんか私リズムのなんかなんだっけな、なんかのダンスで、あの僕隊のなんかめっちゃリズムが取りにくいダンスがあって、リズムが取りにくいっていうか、なんかちょっと私は難しい動きがあって、いや、てかみんな難しかったわ。それみんな1時間ぐらい苦戦してたんだけど、それが本当に無理すぎて、なんかもう無視、もう頭の中で考えすぎて、ホテルとかで気づいたら踊ってたし、そこの部分本当にもう忘れられない、あの動きが。まあもうできるようになったけど、昨日どこ行ったんだっけな、スーパー行ったんだけど、ひーちゃんとかすみんとそう、音楽に合わせてひーちゃんとかすみんが踊ってて、そのそれを本当にやばかった。あさみさん、こんばんは。お方さらそう、踊ってるってか、そんなめっちゃ踊るわけじゃないよ。なんかリズム取るみたいな。誰も両方から、確かに。じゃあもう気分で帰れるしですよ。俺のこ、今の俺のルックスのことを思い出して、確かに言ってない、言ってない、言ってない、言ってないですよ、言ってないですよ、言ってないです、本当に言ってないですよ。 A 型ではない、絶対。 B も褒めて、友達 B 多かった、確かに。釣り目、狛江高校で進入しないからいいの。そうなんだよね。おいおいおい、逆ない、本当そんな可愛いの、月様って。そうそう、気にしたいのが一番あるじゃない。いいぞ、この調子だ。私の何を知ってんねん。そう、カンファーだけマススタジアム行ったことないの、行ってみたいな。あ、こいつさん、え、大型とは話しやばい、悲しい、それはちょっと、それは悲しいな。でもあるよね、何事と合わないって。なんかその血液型で性格は分からないとか言うけどさ、ある程度分かるくない？性格プラス MBTI とかで分かるじゃん。まあ、あれかもね、多分自分の性格が合わなかったとか、大型が多いのかな。私もたまにそういうのあるかも。なんかあるかも。手分けできるもんなの？手分けできる、神社さんは違う。なんか手分けできるっていうのは、ここは4人で覚えるとしたら、ここはまずの最初の1番の初めは1人が覚えてみたいな、手分けして後で押し合うみたいな。まあその子が覚えるのが間違ってたら全部みんな間違えるんですけど、でも自分で覚えていかなきゃいけないから、それなら効率いい
練習の仕方を考えた方がいいよねってなってそうなった。自分で思ってるより魅力的だから、いやありがとう山吹さん。それで連絡来たのか。あと尾形、あ、ん？その連絡じゃないけど、尾形の子怒ってても寝たら忘れるから、そうそうそう、忘れる、怒ってても、そうそうそう、ん？おはよう、尾形あるとやっぱり尾形、そうそう、でかいハエみたいな顔、あ、アブか、ブヨ、え、ブヨってなんだっけ。いっぱい自分たちの練習を頑張って再起してたんとかの方がそう。カナウさん実際見て可愛かった、やったー、リンゴさんありがとう。じゃあ話し会待ってるね。ファイタイガーお疲れ様です。昔の広島に行ったことはボロくて、そうなん、カイナくんもありがとう。いちさんおはよう、分かったよね、見方はあんなことが。それねー、よく言うよねそういうの。でも O 型の女性と B 型の男性って合うって言うよね。気づき方は家族構成によっても影響を受ける。確かにルックスなどその一部に過ぎんし、それが彼女がありがとう、嬉しい。皆さんこんばんは、ガキの空っぽ。ちのささんおはよう、なんでやんでさん、はい、めっちゃ可愛い、いやいや可愛くないからこんばんは、来てくれてありがとう。でも可愛くないのでありがとうございます。浦部さんやっほー。そう、うん、なんかリズム取るのが癖になってしまって、なんかお店とかで曲が流れてたらなんか体が動いてしまう。やばい、頭おかしい人よね普通に。でもさ、それさ、私思ってたらさ、両サイドでさ、かすみんとひーちゃんがさリズム取ってたからさやってるわと思った。すみさん好き、ありがとう。ほう、 B 型だわ。え、 B 型別に私何もとも思わんよ。 B 型、あ、そういうこと、女の子の O と男の子の B 型みたいな。お、いいんじゃない、私でも結婚はしませんけど。アイドルはない、じゃあ関係会社カルコ STU ではかなぐらいいや悔しいでしょ、ひな並べ負けて。もう本当に悔しい、勝ったもん昨日。ヒロポンさん、カフェランさん、カナポあるあるの間違い、 B 型女性男性合うと思う。でなんか言われてるよねそれは。カンチャコも確かに、でも O 型、もしあの女の子が O 型で男性も O 型だった場合なんかもうヤバくなりそう、普通に自由すぎて大丈夫かなとか。ゆっくり巡った方がいいよ、御殿場とかいいよ、とってもおすすめ。世間話しながらインフルエンサー踊ってたからななんてやばい世間話しながらインフルエンサーやばい。みたいなイントロするんですよね、歌うと私はあるあるですよ。あ、そうなんだ、いいな、ビデオ、そう、 B にしとこう。そう、なんかすごいさ思った、それはどこ行ってもなんかどこに出かけたとしてもファンのことを忘れてないから、なんか不思議な感覚ですよね。お出かけしたら普通さお仕事のこととか忘れるじゃん。でも忘れられないんだよね、頭の片隅でなんかさあるんだよね。追われてるってわけじゃないけどさ、なんかいる。別にヤバくはないですね、大型です。何が大型、大型、え、いいじゃん大型、大型いいよ、私大型好き。何型も好きだけどね、 AB 型はなんか変わってるから興味持てる、面白いなって。そう、でも唯一 A 型のよくわからないところが、ポテトチップスをこうやって縦にビッて開けると怒るんですよ、 A 型って大体。それがね意味わからないですね、中身じゃないんだからね、味変わらんしって思う。 A 型の意見どうですか、聞きたいですね。かんちゃんありがとう、ろうそく。小葉正幸さん、誰もありがとう、痛み止めの薬取りに来ました。え、大丈夫テレさん、例えばさっきじゃない、今日かな、さっきいつだか忘れたけど、ユナイナさんの配信を見てたんだ、私テレさんがいて、テレさんだって思った。ファンを常に意識する、それはいいこと、嫌なこと、いいことなんかな、一生いる、なんかどうやってやったら忘れられるんだろうっていうくらい一生いますね、みんなが困ってしまいます。出てってください嘘嘘です。 B 型はどう、 B 型は、うん、 B 型どうだろう、 B 型ってよくわからんよね。レオンさんおはよう、カナ脳内住みつけるように頑張ろう。いやもうみんな住みついてるよカナ脳内に、まあ、休みの日でもさメールとか送るからさ、そのたんびにさ思い出す、なんか街中で
その顔が似てる人とかいると、あ、なんとかさんに似てるとか言っちゃう。ポテチお箸で食べるけど、え、絶対手でしょ、フォークとか。俺も O 型仲間だ、てるしさん。後ろ面から開けるから分からん。 A 型誰がいるんだろう。ひーちゃん、ノア、サッチ、カスミンとか。でもカスミンには A 型を感じないよね。カスミンには O 型を感じてしまう、なぜか。 PR 舞台の7インチ5人が O 型よ。 O 型って本当に素敵。俺 A 型、奥さん B 型、どこ見分けても、どこで見ても相性悪いって書かれたけど、まだついてるで。 B 型、A が綺麗じゃん。奥さん B、 なんだろうね。確かにでも A と B ってあんま聞かないかも。私のパパも A なんですよね。私のパパね、ほんとめんどくさいんですよ。まあ、どういうところがめんどくさいかっていうと、なんか細かいんですよ。でもね、自分のね、気になるとこだけ細かくてね、別にどうでもいいとこは細かくないからね、自分のものだけなんかなんですよ、すべて。そういうところがね、 A 型です、パパは。急におはよう、アスーさんおはよう。意識高いね。舞台の上の人はこれだけでも考えてるので、なんとありがとう。ありがとう。脳内に住みついて、もう住みついてるよ、みんな。小さい人間だって。湘南のサラさん、親かな。南光さん、おはよう。冬淵さん、おはよう。南光さん、ハートありがとう。嬉しい。ご飯終わって帰ってきた。ありがとう。大丈夫だよ。土さん、こんばん。俺は怖い人でインプットされてるんだろうな。え、されてないよ。デルイさん。箸な？うなぎしそ顔で、しそ顔で美味しい。なかなか大丈夫だよ、みやっち。ゆうの来た人を見ると、金押しに見えると同じ。そう、そういう感じ。手の良さもあるけど、ポテチ。美味しいよな、ポテチって。あげる。許すよ。そんな素敵って言われても追加しないですよ。くそー、嘘だよ。嘘だよ。ダスさん、早っ。イデボク牛乳を見つけて叶えようと思ったのと一緒。そう、そうなの。なんかもう、なんかその、ファンの人と顔の形が似てたりすると、なんか思い出してしまう。あの人だ、みたいな。お寿司は食べるけど、高専の時から揚げを話したよ。ほんと？私、薄塩とか食べんわ、確かに。今考えたら、私コンソメって絶対に、あ、コンソメじゃない、ポテチコンソメしか食べなかったわ。あの、海苔塩とか本当に、私海苔塩苦手、ポテチの。全員気づい、え、そんなことある。私パパ以外みんな王なんで、みんなもし、あの、気が合いますよ、パパ以外。B 型は気分で行動、興味あるしなしがはっきり。あー、確かに。だからめっちゃそう、たくさん話したりメールしたり、ファンのことをいつも思ってくれてるの分かるよ。インプットすらされてなかったか、今までありがとう。え、されてるよ。ポテチ袋から直だろ。え、だよね。お部屋でマウス起動されないから。え、そん時はもうテレビ見るんよ。マウスとかキーボードとか触らん。テレビ見る日。ポテチ食べる日、成長したな。そうだよ。こんばんは、あざこばんさん、やっほーざんさん。手だと手が汚れてしまう。もう手袋でもしてき。え、 A 型 O 型だけど手につくのは嫌なんだよね。いや、でも待って、ちなみにだけど、私の一番仲いい子もそうだった。だから何のこだわりかと思ってた。手でいいでしょってめっちゃいじってたわ、私。でもなんか爪の間に挟むのは、挟まるのはマジで嫌だ。取れんし。ザンさん、ヤッホー。坂田真理さん、こんばんは。トントン、何の音。エアコンの音。ポテチと牛乳合うよね。え、ポテチとコーラでしょ。愛の伝道師キヨさん、おはよう。お宝パパも救いたい。パパよくたまに追い出される、女子会から。あ、ポテチ食べる、テレビ見る、そうなんだよ。映画見る。セレッチさん、こんばんは。小林さん、ありがとう。21日お話し会当選いたしまして、よろしくお願いします。待ってるね、やった。坂田清水さん、嬉しい。待ってます、嬉しい。ありがとうございます。ポテチはコンソメだよな。そうなんよ。小林さん、だるまありがとう。ハートありがとう。ポテチは幸せバター味、幸せバター味。え、食べたことないの、幸せバター味って。コンソメしか。待って、やばい。え、私何分から配信始めてるんだっけ。え、別にやっちゃダメとかじゃないけど、普通にお腹空いてたから。ほわやばい、めっちゃ本湧いちゃった。少し尿とやないにしよう。
ポテチよりチップスターが、え、何が違うのチップスターと。リネちゃんさんはプリンを爪で食べる、どういうこと、爪めっちゃ長いってこと、こういう感じ。ひーちゃんの言うと同じけど、そうなんだよね。お寿司を派、お寿司をの良さが私分からんのよね。こうあのコンソメしか。ロゼムさんこんばんは。え、関西なんかそういうものは食べたくなる、そこ特有のやつ。九州醤油味ですけど食べたことない。じゃがりこはなんかあまり味わからん、変わらんと思ってる。あれ3つとも、あのなんだっけ、サラダとチーズだっけ、んなんだっけ、モッツァレラチーズ、なんだっけ、じゃがりこの3つの種類って。うん、なんだっけ、サラダ、チーズ、じゃがバタ、どれも変わらないよね、味、私の中では変わらないのよね。なんか何が違うのって思って。40分、ハローさんありがとうな。洗濯物、やばい、もう洗濯物終わった、もう一回干すもん、足治るかな、最悪松葉杖で行くしか。直して大丈夫、え、仕事で怪我したの、何の仕事してるん。やっぱパティシエ、パティシエで、あのパティシエで転んじゃったんかな、水ばらまいて。めっちゃ素でしたね。お大事に。唐揚げ、片揚げポテトみたいな、みんな食べるじゃん、私あれ食べたことないよね、なんかあんまり食べたいと思ったことない。トシちゃんかなっぽ、サラダとチーズなの、じゃがバタか、あら味オンチなんかな、あんまり、あなんか顔が変わるよ、わからん。じゃがりこチーズとじゃがバターの違うもん、え、でしょ、ほら分からない人もいるんだよね、じゃがりことか。ゴーシーさんほらありがとう。そう、違いが分からないんだよね、私は。何の仕事かを当てるのが10月21日のはずよ。そうそうそう、何の仕事を当てるか、当てますテリーさんの、だからまだ取っとこう。でも私はパティシエだと思ってるけど、もうちょっと、もうちょっとヒント欲しいなって思う。ヒントその日にください、待ってます。ということで、そろそろ配信終わりにしようかな。あとでまた夜中寝る前しようかな。チーズじゃがバター似てるかも、でしょ、サラダ味も。でも一個だけね、唯一違うやつがあったのよ、なんだっけな。54歳こんばんは、来てくれてありがとうございます。30分までやるかな、じゃあ切りよく。あれがなんか北海道のクマポン、ハタありがとう。なんだっけな、後ろ星さんこんばんは、やっほー。なんだっけ、明太子じゃない、明太子じゃない、明太子かな、なんかめっちゃ美味しく感じた。ポテサラダに、え、ポテサラなんか流行ったよね、なんかなんだっけ、チーズ入れてみたいなやつでしょ。アイシャありがとうございました。またありがとう、北海道か、むしろぼいさん、やっほー、キネソーさんこんばん、シーンさん、やっほー、ハローかな、明太子、そう、明太子バターかな、美味しかったのが、昼かからの違い、パティシエさん、違うこと、気になる気になる、滝野さんと使ったと、やったー、四角に会うの楽しみにしてるね、かんちゃん、ハタありがとうございます、嬉しい。え、かなちゃん、かなたんにうってつけのチーカーのキャップあげといてよ、なにそれ、何かとは、なんだっけ、その味が、もんじゃみたいな味なかった、なんか黒のパッケージと黄色のパッケージ、ネオンみたいな感じのもんじゃ、マジあれがめっちゃ美味しかった記憶ある。もんじゃなんてなかったっけ。若田さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。九州営業し1日3回配信はイベント中みたいなペースだね、ファーストサービス嬉しい。しんさん好きありがとう、ホエバラブさんあれ違うな、だって今あんますることないからね、レッスンがないし、自分でレッスンするか配信するかしかないからね、あとメール送るか、かだから自分のできることはやろうと思います。こういう日にまたレッスン始まったら配信できなくなるしね、できなくなるっていうか、その30分とか短い15分とかしかできなくなるし、追い詰められて、なんで今やっときます。もちろん自主練もやりますよ。そうだから、そう、期間限定かな、たくさんね、ちょっと変わったし、佐藤さん待ってるね、
カナの歌ってる姿見に行く。え、待ってね、新学味はっきりしてる声ですが、まあ、ほら、そう、好み、もう味はっきりしてるのがめっちゃ好き。なんかもう、こうやって太り出してから味濃いものが好きになった。ちーか、ありがとう、ミシロボイさん。明太子バター、なんだ、あ、明太子バターって赤いやつ違うか、あれがチーズか。あれ、緑がサラダで、青がジャガバターで、赤がチーズか。あれ明太子バターは何色のやつなの？紫とか、ないか。ジライナ頑張るね。ハローさんありがとう。短くてもいい。先輩12回にしたとして、本当来週いっぱいメールくれ、メールいっぱいくれてもいいですよ。安心中の部屋なので、待っててね。今のうちに選べよ。え？だって、完売しなかったし。たくさん安心してくれていつもありがとう。たまたこさんありがとう。レッスンない、今のうちに新規ファンを増やす。そうなんだよ、だから。だからたくさん配信します、私は。生まれ変わったら、かなさんと結婚したい。生まれ変わったらね、だんだんになってきてて嬉しい。え、嬉しい、しんさんありがとう。ピンクじゃ、ピンクなんてある、見たことないわ。かっきひこさん、こんばん。明太バターピンク。え、ピンクっぽい。え、待って待って、たらこバター。え、ちょっと待って、一回調べていいですか。見たことない、そんなの。じゃあ、じゃがりこ明太子バター、見たこと、あ、ごめん、声大きかった。見たことあるわ、これ。見たことある、このピンク。あ、ね、わかった、明太チーズモンジャージだ。カナウが好きなの、黒の明太チーズモンジャージ、わかりますか。黒と黄色と赤の、これがめっちゃめっちゃ美味しかった。完売させるためにアラビアン、そんな、そんな、それだけでは完売しませんからね。緑、赤、青のピンクよ。たらこよく見る。ほんとどっちを、通常ともう少しポチポチしたい気も。やった、テリーさん待ってね。期間限定じゃない。あれ、普通に通常にないんだ。期間限定なんだ、あれ。もうない、ないわ、じゃあ。最近食べてないし、じゃがりこ。でもこの間さ、いちごにさ、もらった気がするんだけど。いや、嘘かな。何の音？明太もんじゃ、そう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 。だった。明太もんじゃがついてた。はあ、ではそろそろ30分になりました。なんだっけ、そう、トントンやばいよね。カナの料理配信もうしない、料理もうできない、お腹いっぱい、料理、うん、料理は苦手です。料理場所貸してくれたらいいのに。で、自動で洗ってくれるやつとかあったらいいの。トントントン、ヒノノイトン、え、それさ、ブリッジストーンですよね。ブリッジストーン、石橋さんですよね。ジャカバター好き、ありがとう。ゆさに30分だ、バイバイ、配信ありがとう。またメールする、こんばんは。いいな、みんなしない、楽しそうね。いや、もうさ、こんなにさ、お話し会、お話し会言ってさ、全然さ、私本当にさ、マジでお話し会いなかったら本当にもう悲しくなる。プライドが、プライドじゃない、メンタルが死ぬわ。でも私ね、聞いたんだよ、なんか、まあ、誰かは言わないけど、なんか、なんだっけな、お話し会は完売しなくても、その11、例えばだけど、あと3枚で完売だったとか、あと10枚で完売だったっていうのが、もしかしたら3回ぐらいあったとしたら、それん3回ぐらいあったとしたら、それはそれでなんか完売してるよりもなんか売り上げは多いかもしれないから、もしかしたら、だからなんかそんな、その字にとらわれないでって言われたんですよ。だから確かにと思った。
その話を聞いてある方に、まあって思ってメンタルを保ってます。普通に死にたいけどね、死にそうだけどね。料理もどきは人気コンテンツ、本当も料理できないよね。もうなんかさ、キッチンがなんかお菓子とか置いちゃってるせいでキッチンがもうなんか汚く見える。なんかお食事届けて、そうなんかさ、ママに届けてもらおうかな、ご飯作れんから。が日のつ日の日ののニトンブリヂストンじゃない、同じやほタカさん、マッピノビさんやほタカさんこんばん、みんな数万人がいるよ。そうなんだ、知らんわ、私は STU だわ。人数もあるから、そう、うん、それはそう、完全な売り切れだもん。確かにそう、完全に目にかけたから気になるな。そう、お疲れ様で、ハタありがとう、こんばんは。そうだよね、でも完売ってさ、された方がさ、なんかさ、おーすごいってなるわけじゃん。でもなんか私はその言葉を聞いて、なんかもうメンタルを保つようにしてる。あ、みんなそういう思いしてるんだろうなと思って、そういう方々も完全な目にはできない。おはよう、栄養とってね。そう、栄養とらんからママに心配されるんだけどさ、栄養の取り方知らない、風評、違う、お部屋じゃないですよ。綺麗だけどお菓子が置いてあってさ、なんかお菓子大量なんだよね今すごく。いろんなお菓子、なんかいろんなところに行くじゃん、あの撮影とかさ、ツアーとかで、そのところの各地のお土産があって、まだ岡山のきびだんごがあるんですよ私の家にね。あと静岡で買ってきたお菓子とかもあって、すごいことになってて、ちょっとお菓子だらけで片付けんと、そこでもさ、消費しないと片付かないからさ、たくさん食べよう、一時太るかも。いや、ヤホー北海道がバカだ、ありがとう、ありがとう、マピノピさん、インパクトあるよね。そう、全日って平均的に買うことよりどこか一日分かんで嬉しい感じなら考えるけど、難しいよね。でもそんなんさ、ファンの人はなんか その時しか話さないからさ、楽しくないじゃん、そんな一日にさ全部つぎ込んだら。その一日は楽しかったってなるかもしれないけど、他の日はさ別にさ、ちょっとしか思い出残んないし。うわ、めっちゃお肉の匂いする、ブリ、ほんとに仕事疲れてるから、無茶ぶり無理。お話し会楽しみかな、もう完売人気だなと思う。そう、買おうとする人が先に手配するか、さらに売りやすいことがある。そうなんだよね。はあ、そう、きびだんご、お菓子の量やばいんだよね、お菓子の量。じゃあ見せて、無理。こんばんは。空の部屋、そう、空の部屋綺麗っていうか、物がないって言われる、めっちゃ。物ないからね、汚くするものもないんだよね。思ったらそう、プレッシャーもいいから。そうなんだよね。うん。いつだっけ、なんか、最近かな。もうほんとなんか全部嫌だったもん、それで。そういうのがあるからね、怖いんだよね自分って。そう、いつもはなんか明るくしてるけど、明るくしてるわけじゃない、明るいけど、なんか明るいし配信とか楽しいと思って積極的にメールとか送ってるけど、なんかもうなんだろうやりたくないって思うなんか思う時があるんだよね。めっちゃ唐突に思ってしまう、なんかもう何もやりたくないって思ってしまう。
そう、そういうのとかがあると思う。きびだんごね、静岡に送ろうと思ったんだけどね、家族にお土産で。でも送るとさ800円ぐらいなんかかかってさ、高っと思ってさやめた。完売的にこだわるのは1分15分っていう方法もあるんですよね。偽りの完売より大事なものがあります。そう、日本のホップ維持できません。これはもう志望教員したい。おはよう水木さん、先輩に相談とかできないのかね。あまりね合わんからね。3期生会社ばっかりはゆっくり前に進んでこや。ゆっくりゆっくり前に進んでたら置いてかれてしまう。35分。こんばんは、こんばんは。だってかわいしくないけど、だからさらに、そうなんだよね。お土産場所取ったりする。そうなんだよ。だからもうきびだんごさ送らないで食べちゃおうかなって思ったりしてる。こんばんは、関さん、あたりが、コピパンさん、こんばんは。でママがさなんかさ食べてみたいかなと思って、ママさきなこ好きだからさ、きなこ味買ってさ、お姉ちゃんとかさ妹はさ抹茶が好きだからさ、妹はじゃない、お姉ちゃんがとかさ、ママも抹茶好きだからさ抹茶も買ったんだよ。抹茶ときなこ買ったんだよね。だから送ってあげたいんだけどさ、送り方がいまいち分からない、助けてください。そう、物がない。考えるわ。俺って優しい。そう、面が強くなるから難しいよね。4月13日は残ってたし、うん、一緒に食べたらええやん。いやそれな、お菓子食べるかな。かも。休みなさい。いやでも休んでもそうなるよね。私めっちゃ休んでたし、なんならこれ以上遊んでたりするともうみんなに不快な思いをさせてしまうんじゃないかと思うから遊ばないんだけど、なんか十分休んだけどなんかそう思うよね。休んでもさなんかメンタル回復しないよ。別にゼロになるわけじゃない、100になるわけじゃない。人間だから波あるよね、そういう時もあるさ。そういやね、そうそうそう、送料、そう送料なんかめっちゃかかった、高いと思って。まあこっから静岡ですね、確かに高いか。バッティングセンター行こうかな。高校生の時よくバッティングセンター行ってたんですよね。えだっちゃんありがとう、あっちゃんありがとう、大丈夫かな、ちゃんのことありがとう、ピノピさん嬉しい、えだっちゃんありがとう。遅く9位とかしない、しないけどさ、やっぱ少女ですよね。そう、メールや書類にたくさん宣伝しておかないと売り行き悪い時に宣伝しないからやと言われるからね。確かに。なんかさ誰かが言ってたんだよね、なんかなんだっけ、頑張るこうやっていろんなものを頑張ってしまうと結果が出なかった時に、なんか結果が出なかった時にああ頑張ったのにって思うから頑張りなんか頑張ることが嫌だって言ってた子がいたんだよね。それ聞いてなんか少し納得してしまった。確かにそうやって思ってしまうのならって思ったけど、私は頑張るけど、捨てるの大変わかる。そう、ほっぺね、ええね、確かに。犬サル生地にあげよう。犬サル生地？きびだんごいいでしょ。大好き、こんばんは。総理800円高くない？吉川さんありがとう。鈴木ちゃんポイント本当？リバッカヤマトいいよ。では本当？帰宅あった、ただいま。上がったり下がったり体感のせいで、ね、大丈夫かな。メイパーティーやりたい。マネクさん叩きたいよ。来たー、なんか来た。うん、こんばんは。岩崎春奈さん、こんばんは。ミッドナイトシガーさん、こんばんは。頑張ろうとするなって。女話しかめちゃいいよ、こんばんは。そう遠いよね。
頑張ってないメンバーなんていないのにね。こんばんは、こんばんは。後になるけどお話か、ありがとう、ビョンビさん。そう、って聞いて、ああ。でも、私がそういうのを、あ、ちょっと待って。あ、大事な連絡来たので一瞬返します。私がそれをしてしまうと、私は顔が可愛くないからダメなんですよね。顔が可愛かったらいいのかもしれないけど、頑張らなくてもレッスン行かなくてもいいのかなと思うけど、もう私は普通のことを普通にしないと。早く家から抜け出そう。こんばんは。神奈川に頑張ってるね。本当は明日は頑張ろうと思える。よかった、それは頑張って。明日も確かに、うちいつもポジティブだしね。確かに。次にまた、あ、やばい、ため息をついたら幸せが逃げるらしいので、ちょっと来ました。なんて一旦また安心するかも。そうなんだよね。としろさんおはよう。いつもかなちゃんの可愛さに、いつもありがとう。ファブリーズ巻いとけば。ファブリーズね、巻こうかな。アジフライ、うわアジフライ。なんかさ、白身魚ってさ骨がないからいいよね。かなちゃん可愛いよ。可愛くないよ私。なんか大変だね。俺たちがやろう。ほら本当だよ。ファブリーズ、すべてファブリーズだと思ってます。え、そうじゃない、ファブリーズじゃない。頑張り続けるしかない。そうだね。匂い、マツさんありがとう。レインボースター嬉しい。匂いのままつまりつけば大丈夫。そうだからさ、いやでも今さ、今自分がなんか走ってもさ、すべてさマイナスになる気しかしないから、やめようかな配信。なんかこんなネガティブなかな見たくないだろうし。シナのランダー、え、そうなの。ラウアンにあるバッティングセンター。なかなか聞かないけど行こうかな。バッティングセンター元気出せ。元気出た。ちょっとだけ。松さんありがとう。11月4日のオンライン話会持ち込みました。ありがとう、坂戸市民さん。なんか、あびのびさんありがとう。かずおさんハートありがとう。配信やめてもいい。どっちがいいのもですね。いいなぁ。リメンバーミー。いいこと悪いこと半分。確かに。やばい、またため息。砂並べ、確かに。
日からどうやって生きよう。うわあ、リメンバーミーめっちゃ好きだった。こんばんは、K クイーンさん。オンラインは迷うな。来てよ。見たいかな。こんばんは。来て。もう。寿司でも、なんで分かった？寿司食べるってこと。なんで知ってるの？かなとママの LINE 見たでしょ。なんで寿司って分かった？マッチさん、今ちょうどママからなんか連絡来て、一旦ご飯食べな、寿司って来たんだよ。マッチさん、もしかしてママなんかが言おうと思ってるけど、どんな言葉もなんか違うと思って書けないんで。なんでも書いていいよ。ありがとう、テリーさん。まあ、代わりリアル買い足しとかね。ありがとう、ダンスさん、待ってるの。食べよう。ユニバ神戸楽しかったね。めっちゃ今度はもう、当分は行かないかな。こんばんは、誕生日2日後楽しみ。ありがとう、ナペナペさんかな。お前ちょっと楽しみにしてる。寿司食べたい。視聴中晩ご飯やつ食べて。どういうこと？1週間ご飯食べてなかった。お寿司食べるぞ、ゆうちゃん。こんばんは。花金だから、花金最高とか言ってみたいわ。ホタテ、ホタテちょうだい。ホタテ食べれないもん。寿司は何がいいかな。マグロ5皿ぐらい食べたいだけど、半額。本当？寿司はマグロが好き。まああるやつ。あれはポマトが気になりすぎて。いや、やばいよねこれ本当に。どういうこと？ズミさん、おはよう。つっかさん、やっほー、来てくれてありがとうございます。はあ、どうすればいいのだろうか。テンションが。大トロ、大トロ高いやつだよね。赤い黒い皿か。鉄火巻きで満足しちゃう。鉄火巻きも美味しいよね。イクラが食べたい。もめっちゃイクラ丼が食べたい。ローストビーフとイクラ丼が食べたい。どこが安いん？スシローって安いんかな。調べてみよう、スシローの値段。なんかどこが安いんだっけ。一番高っ。普通の皿で120円するの。90何円じゃない。お皿の値段500円するんだ。高っ。待って、本当になんか臭いんだけど。肉？絶対これだ。片付けとこう後で。ひーたんちゃんも空調か、変な音してたな。ジョニーしかベッドの下上なんて泣きそう。ありがとう、テレイさん。確かにみんな頑張ってるからかな。も頑張ろう。北海道のクマパハタ、ありがとう。左側が魅力的にかな。ありがとう。左側、あ、じゃあこっちでいいんか。 HKD にさん、こんばんは。ローストビーフ丼惜しかったよ ね。また欲しいのにさ、なかった。この前行ったら丸直寿司なんて行ったことないよ。丸直寿司か。
スーパーってこと？スロー力入れて本当？チェリーが復活したの本当？いくら高いわ、今1巻で150円とかじゃない？え、高っ。え、そう、しかも1個しかないよね。1個しかさ、なんか入ってないよね。いくらポンって。テンション下がってる。なんか大変だわ。頑張ろうっと。値上がりしたね。タコとハタありがとう。値上げして。値上げして。コンビニの寿司あるん？コンビニの寿司って。回転寿司値上がりしたね。ユーさん、レイボスターありがとう。はま寿司なら確か平日は90円。そうなんだよね。それをさ、私今までそこしか行ってないからさ、それを知ってるから、それで120円とか見ると高って思う。でも金土日だから高いか。浜寿司でもお寿司おごって卵しか食えんけど、やだ、おごって逆に浜寿司安いよね。ちょっとごめん、スーパーごめん、お寿司気がいい。でもお寿司の、私お寿司の寿司でなんか唯一良くないって思うとこがあって、いろんなネタを入れられるんですよ。もうマグロだけでいいって思ってしまう。ちょ、そう、原尾さん好き、ありがとう。旦那さん、やっほー。もう一度、お寿司美味しいよ。中はね、今見てくれたんだけど、そう、カツオの続きの時とね、アツシさんありがとう。90円じゃない、100円。そうなん？もう覚えてないわ。しょっちゅう行ってたんですよね、バーバーと浜寿司に、あの子供の頃。早く寿司が一番わかる。寿司美味しいよね。足ないと腰はつはいけないのと、かなちゃん元気なんで俺も泣きそう、寿司食べたい。てるいさんも元気出して頑張ろう、明日からも。なんか、顔が可愛いっていいなと思います、いつも。スロー行ったところで変わんないんだけど、何も。いいな、かなもいつかこのショールームの部屋行ってみたい。待って、本当に無理な匂いがする。おえ、なんか納豆の匂いしてきた。なんで肉腐ってたのかな。いや、ハセタクさんこんばんは。寿司食べて頑張る。こうしか食べない。顔が可愛いかな、がいいな。いやいや、顔は可愛くないんですよ。普通に可愛いよね本当に可愛くない。もうマグロ好きなだけご馳走できるです。ベイビーですか。本当にマグロ一生食べてた。石並べはやらないの。やろうかな。氷川さんこんばん。片郎さん、ポケさん、旗ありがとう。納豆、みんな美女と野獣、素敵。なぜいつもルックスに関してネガティブなんで可愛いって言ってたの。可愛くないんだよ。可愛くないのがもう世間的に証明されてるから、もうネガティブです。まあそうだよね、顔が顔だもんね結局。まあ私も可愛くなりたいな。整形して。いつかは可愛くなるの。納豆食べてないんだよね。加藤さん、可愛いありがとう。清水さん、またフォローありがとう。後ろに映んなよ。窓開けて換気しようかな。納豆ね、食べてない。足洗って違って、なんかお肉の、お肉がの、ここに、お肉の入れてたお皿がここにあるんですよ、目の前に。それでめっちゃ匂う。お肉腐ってるんかな。カメムシ、金が可愛くなったね。いやいやいや、ふうなさんこんばん。
テロップでも余計なテンションになってる。うわそれな、やばい、テンション上げてこう。金曜日だし、金曜日何でもできる。どっか行っちゃおうかな一人で。金曜日だし、いや金曜日じゃなくても一人でどっか行くんだけどさ、なんかなんかもう心がもうぐちゃぐちゃだわ。ここ行ってみたいんだよね、イオンモール、広島府中。まあ行かないけど、今から今から行ったらもう終わるんじゃない。ちょうど可愛いよって言われたら本当嬉しいって言ってほしい。なんか調子乗ってるみたいで嫌な、嫌だ。本当じゃねえよって他の人から見たら思われるかもしれない。こんなんお世辞に決まってるだろうって。そうやばいよね、カメムシほんま証明されてるんだよ。可愛くない、可愛くなかったら S に入れてないよ。いや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 、そんな元気でめっちゃ可愛いって本当。ありがとう、アピドピさん嬉しい。可愛くないんだけど、高くさんく、いやいやいや、みんなありがとう、なんか頑張ってくれて。可愛くない子を好きになったつもりはないで、かな可愛い、ありがとう。私らで言えば自分よりお金稼いでも好きだと思うようなものか、辛い。そうそう、そういうことです。でもさ、普通にさ、そうじゃない？だってダンスできなくてもさ、顔が可愛ければさ、可愛いってなるならさ、可愛い方が良かったってなるよね、うん、いつも。まあダンスを全力でやるのが当たり前なんだけどさ、髪の毛が落ちてた、汚っ。後でゴミ箱捨てよ。はま寿司食べたい。見た目はもちろん中身も魅力的。玉の子さんありがとう、嬉しい。だバラありがとう。愛の伝道式よさん、証明されてどこの世間で。掲示板のこと、掲示板もそうだし、なんか日々の配信とかさ、お話し会とか。一発目のお話し会なんてほぼ顔じゃん、性格知らないんだしさ、顔でみんなさ見てきてるわけじゃん。今日肉の日だから一人焼肉してきた。いいな、今日焼肉お昼行こうと思ったんだけどさ、そんなお金使ってらんないわと思って。行かないんかい。今行った時の気持ちを言って思い出そう。確かに今行った時ね、どこで寝てなんだが、死んでも素直に話してくれるのっていうことじゃないかって。おすすめなわけないよ、ポジティブに。結構大きいものだよね。私さ、お洋服見るのとかがあんまり、なんか女の子って大体お洋服見るの好きだけどさ、私あんまり本当に興味がなくて、てかショッピングモール行っても本当につまんないっていう人間だったけど、最近やっと分かってきた。そりゃなるよね、可愛いけど人気でない子もたくさんいるぞ。うん、かなりさん、しんさん嬉しいかな、つさんありがとう。それにダンスに言われても表情でカバーできるよ。ハートありがとう、かわいさきさん。みんな顔から入る、そうなんだよね。可愛く見えなかったですよね。確かに、音声分からなかった子たくさんいたわ。みんな可愛かったもんね。ボブさん、こんばんは。ショールーム配信は可愛くより面白い方のシリアスな話題じゃん。カナダ人の話しかに来たのは可愛いだけど、なんか明るくて元気な子だな。嬉しい。そうなんかね、当たり前のことをしないのにファンに好かれるっていいなって思う。うん、かわいい、かわいく生きたい。
難しいわアイドルって。向いてない気がしてきた自分。そう、顔から入ってその子のこと知る。そうだよね、みんなそうだもんね、きっとみんな顔から入るし、絶対に。サンキューの一発の話が変わっちゃう。これからサンキューが変わっちゃう。ありがとうピノピさん、嬉しい。もう優しくされると心が。山の山さん、おはよう、会ってみたいってことだ。ありがとうツバメさん。はじジロウさんこんばんは。彼の話を聞いてるのが大事。確かに印象も大事だよね。可愛いから大丈夫かなって言うじゃない。3期生もいろいろ大変そうだけど、かなちゃん頑張ってやっちゃってるから、これからもするからね。ありがとう玉どこさん、嬉しい。ああ絶対向いてるアイドル。何、待って待って、どういうこと。絶対向いてないけどすごいダンス踊ってる。おー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 、そう向いてない気がする。上間さんこんばんは。長谷川さんこんばんは。小平ヤッホーお疲れ、仕事金曜日ヤッホーだね。いやさんこんばんは。また見てもさっきのとこに忘れられない。待ってやりたい。阿部ちゃんこんばんは。ありがとう。室見さんこんばんは。嘘言っていいよ、なんか DMM でシュッシュしてますそうエアコンが。フラカナちゃんしか行かないってことは、それこそありがとう、嬉しい。てるいさんこんばんは。こんにちはこんばんは。アイドルが出てきちゃった。なんかもう最近すぐネガティブになるし、ダンス、いやダンス良くてウインクまでしてくれたアイドル、他にないアイドル。いやこんばんは。顔だけでやらない顔走ってるじゃないですか。めっちゃ綺麗。あ、告白された歌声好きよ。スタートありがとう。惜しい顔からって分からんけど、なかなかに確かに。今日から8連勤。どういうこと、どういうこと、今日から8連勤。休みじゃないってこと。プリンお疲れ、お疲れ。みんないいな、素晴らしい。っていうか、お疲れ様。みんな頑張ってますね。ハタありがとう。こんばんは。なんかあった、どうしたの。怒られてないよ、もう。なんか食べるとか 64% もあるわ。顔から入ったん、悪口書かれてないよ。僕は楽になった、ありがとう。調べて自分なんかしようかな。ちゃんとお顔見たい。みやだよ、もうお顔なんて一生見せない。こうやって配信しよう。こんばんは、元気ならオッケー。プリンハートありがとう、嬉しい。ハートありがとう。なんか前髪失敗してないよ。失敗と言うな普通だわ。シンサートありがとう。10月21日話が始まる、毎日あるからいろいろ話して元気な方がありがとう。やっぱ話しかいないと無理だわ、気持ちが死ぬ。こんばんは、照れないでいいって。ピノピさんあとありがとう。なんでや、なんでや、もうやだ、悲しい。アピノピさんありがとう。パナパナみたいじゃない。そうなの。
もう配信やめよ。明日で1ヶ月終わるのか。早っ。早い早い。1ヶ月が。エアコンすごいね、音ってママから来た。エアコンすごい。テロップと真逆になってるんだが。そうだよ、もうテンション上げて、こうテンション上がらないっしょ。ウェーマンさん、可愛い、ありがとう。可愛くないけど、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。ごめんなさい、みんなに迷惑かけてしまって。カナの、この、ボロボロメンタルのせいで。ありがとう、ウェーマンさん。ベッドが欲しい？ありがとう、エアさん、おはよう。なんでやもう10月ね。謝りに行こう。なんで？ケンちゃんおはよう。こんばんは。秋だね。今来たね。終わらない泣き泣き配信もありです。泣いてないよ。ほら泣いてないでしょ。今日は泣いてないですよ、一回も。来年早いね。明日大阪県環状グッズあったゲート、ありがとう。タカさんおはよう。泣き顔も綺麗じゃないよ。いや、人間だからその時もあるよね。早起きじゃないけどメンタル強くしよう。確かに。ウェマンさん、ありがとう。可愛くないけど。見えた。一生カナのメンタルが強くなることはないんだなって思う、いつも。なんか、強いって思ってるけど、明日やけ、息の仕方か、確かに。強いって思う時もあるけど、なんか、それはただ調子がいい時で、気持ちの。なんか、本当に、やばい、水こぼした。メンタルが強い人ってそういうの関係なく強いからいいなって思う、いつも。昼泣いてないよ。全然泣いてない。明日の朝寝たらいつも通り。いや、それな、寝たら忘れれるんだけどね。もうメンタルの強化されたい。メンタル強化練習したい。でも言われたよね、なんかマネージャーさんにも。3期生メンタル弱いからみたいな。メンタル何とかが必要みたいな。確かにって思った。メンタル強くするあれが必要みたいな。そう思う。私も弱いと思う。いや、それって私だけじゃんと思った。メンタル弱いって。いや、みんな弱いか。みんな弱くないか。強いか。ありがとう。朝日を浴びるんだ。確かに。おはよう、小田さんさん。背筋が弱いよね。そう。温まってね、見ながら。そうしようかな。見ながら配信。足が。そう。温まって、暑いやん。夏だから絶対。ミホリンチックで気になっています。ミホリンチック？チクタク。ゆっくりやする。よろいろ考えちゃうか、痛み。確かに。今朝、ごめんなよ、とどめでは。そう。ありがとう。小田さん、待ってるね。トキカおはよう。アンチに分けるの。よろしいな。そうなんだよ。なかなか考えてない。早くご飯食べ。どれだけ期待されてるんだよ。もう、わからない。私には。何がいいのかわからないですね。何が正解なのか。なんかカナウはあんまりファンの人に、あ、じゃあカナウは本当に全てをファンの人に見せちゃってしまってるから、なんか何でもないわ。ウェーマンさん、ファイトありがとう。1万手、寿司おごってよ。一生食べるわ。リガさん、ファイトありがとう。待って、ほんと臭い、もう無理。あとで片付けよう、絶対。一瞬で片付けよう、このお皿。田中美穂さん、いや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 、そんなそんなそんな。この中でアルちゃん買い物的になる。そう、買いたい。でもなんか私めっちゃアルちゃん、もうアルちゃん、自分
のなんか R ちゃんめっちゃへこむときへこむじゃん。それ見てうわめっちゃ同じ感じだってよく思う。 YouTube とか見てて定期的にさなんか上がるじゃんそういうのが。 R ちゃんって私も設計したいないつかは。 R ちゃん好き。今なんかあれなったよね鼻の整形のやつでいろいろあったよね、うん、いいなぁ R ちゃんさんになりたい。頑張ろう。辛ラーメン食べようかな。ご飯まだ食べてないんだよね。子供頑張ってる。辛辛ラーメン食べてねよ。確かにファイトありがとう。リンゴさんパロンプンチさんこんにちは。目つきだよ。それがいいところもあるじゃん。そうなんかな。何も聞こえてませんでした。足の裏見せないわ。ファブリーズないの。あるんだけどね。ファブリーズあるんだよね。ファブリーズしようかな本当に。本当にもう無理。まあ、片付ければいい話なんだけどね自分が。話終わったら片付けよう。まだ開けな。それな。こんばんは。スケモンさんバラありがとう。森金屋さんありがとう。みんなで夢叶えようよね。夢叶えようみんなで。頑張りましょう。私も頑張りますので夢叶えますか。叶えれるのかな。水虫、水虫じゃないよ本当に。本当に水虫じゃないからね一生言う。でお腹いっぱいになって幸せ。確かにファブリーズしようかな。おはよう。除霊効果もある。確かに今なんか自分悪い霊が取り付いてる気がする。本当にもうネガティブすぎて。叶えるかな。キティさん好きありがとう。とりあえずなんか大変だ。ウェーマーさん、キッチンさん、ありがとう。一緒かって私分かる気がする。怪しいなんですよね。違うよ、足の裏見せれるよ。見せれるけどさ、やだよ。一人見せるもんじゃないよ。ハロー、ネガティブさ。ショールームイベントみたいに頑張るときありがとう。鼻の夢かな、ね。素敵な名前、ママありがとうって感じ。うん、うん、でもそうよね。なんか こうやって気持ちが沈むのって一つのことじゃないしね。原因がたくさんあるしね。それを全部解決するって難しいよね。すごい積み重なったものだから見たいだけ。絶対見せないわ。生きていくしかないね。頑張ってねてるいさん。ツアー終わりにこんばんは。本当にいい名前ですよ。やった嬉しい。足の指だけ NG。 そうなんじゃ。金前 NG でしょ。金う最高。おおお大変さん、おいしそうに本当にいいのかな。ありがとう。1年後にいいことあるのかな。わかんないけど1年後にいいことあるかな。あったらいいな。なんか早く大人になりたい私も。なんかいいね。カナの今の悩みってジャーアイドル共通だと思う。ほんとそう思う。今始まったまだまださん。そうだよね。でも私もうさ19歳なんだよね。もうめっちゃ焦ってしまう。なんか女の子って20歳ぐらいが一番あれな気がする。うん、アクサゲットありがとう。ハシさん嬉しい。ピスケさんありがとう嬉しい。かわいい。ジージーありがとう。しげるさんはよ。まだ19歳だよ。そうだよ19歳だよ。もう早いよ。やっという間の19歳。私は何をしたらいいのか。だって一生毎日配信してこうやって生きてたらさ、私本当に
何も得られてない人間になりそうだもん。あの頃何の間だっけ、確かに19歳、まだ19歳、そう大丈夫。これからうちはもう年はごめんえ、そういうこと、まだ19歳若い。アクスター明日も残ってますように。いやいや完売しないです、ぜひゲットしてください。5歳だった、5歳じゃないよ、19歳だよ。私はもう19歳だから。19歳だからもう無理。何してどうすればいいんだろう。やりたいことがいろいろありすぎてさ、なんか1年を1000日とかにしてほしい。年って取らないでほしい。どうするかじゃない。そう19歳素敵なのこれか、本当。いや19歳、なんか20歳ってさあれじゃない、人生のなんかあれっぽい。首が痛い、本当に無理。首だけは勘弁勘弁。比べてもまださやさんの金入れるもない。確かに今から仕事行ってらっしゃい。え、どういうこと。え、なんで仕事行くん。あ、ママ行ってたか。あ、間違い。最後の10代だな。そうだから無理無理無理、もう無理。年を取りたくないよ。時期だと思うけど、そう。いやいや、サイクリング、なんかやっぱもっと早くに入ればよかったかな。リア中ぐらいの年でいっぱい完売してた。いや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 、してないです。でもそんな時代買った。20歳やだ、20歳だって魔界はやだ。20歳になりたくないから私、グッズ完売ほとんど買えなかった。いや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 、20歳も好き。ありがとう。ピンクの神さん、ありがとう。怖い、どうした。え、突然ない。いや、やばい、間違えたこと言ってしまったと思った。てか、やばいこと言ってしまった気がした。聞いてないことにしといて、ちょっと待って何も今の話は聞いてないことにしてください。20歳が終われば1日ある。そうなんだよね、20歳か。たくさんやりたいことあるな、20歳になるまでに。自分の中で、別にアイドルとしてとかじゃなくて、自分の中で。カナウっていう人物が2人いてほしい。で、2人の2回の人生を楽しみたい。2回っていうか 2つの人生を楽しみたい。そんな贅沢なって思うでしょ。レナちゃん、すいません、確かに。ブサこんばんは、2歳とおるうちだよ。小平、誰もありがとう。何も聞こえてません、よかった。こいつなんで安心するわ。最高の教師。え、お酒が飲めるぞ。うわ、どうなんだろう。いつか大人だったらいいなって思う日が来るのかな。年齢ね、頭皮やばい、頭皮焼けたって言われた。なんか頭皮焼けたって昨日リーチに言われたよね。黒くなってるよって。赤くなってるだっけ。こんばんは、なるようになる。確かに、佐藤誠司さん、こんばんは。20の時に死ねてたからか。まあ、確かに。うん、若い時にたくさん楽しんでおこう、人生を。ふぅー、そのね、ごまきっちゃ、やっほー、なごすき、来てくれてありがとう。お酒まずいし、じゃあ私無理だ、一生飲めない。大人だったらそういうので楽しめるようになれるといいね。いいな、でもそういうの憧れてたよね。会社終わった後にさ、よくドラマで見るじゃん。 何で見たんだっけ、東京ラブストーリーかな。でさ、仕事終わった後にさ、なんか行って居酒屋行ってみたいな。で、本当にそれが楽しそうで、自分は憧れてた。いつか大人になって社会人になったらそういうことができる日が来るのかなって思ってたけど、なかったです。こんばんは、酒寝る中いで、カノリヤッホー、来てくれてありがとうって思ってた。いいな、憧れは憧れだよね、一生。
その憧れを若いうちに全部制覇したい。大学生になりたい。私もハイボールおっしゃって。待って、私まだ未成年なのにお勧めされてしまった。いっぱい引っ掛ける。ハイボール、ハイボールって何？あ、私ラーメン屋でバイトした時にハイボール作り間違えたことあったわ。なんか3個こうやって、3個のポンポンポンってあって、こうやってグーって押してお酒ビーって出すんだよ、こうやってね。それで間違えて、なんかハイボールって何か知らんくてビール出したんだよね。そしたら違うって言われた。名前分かんないもん、何が違うか。東京ラブストーリー、じゃあブスストーリーじゃない、ラブストーリー。ネガティブな金を笑わせて。レモンサワー派？飲んだことないけど、レモンサワー、レモンサワーは作り方覚えてる一生。あれ一番簡単だった。本当にさ、あのさ、ハイボールにさビール入れた時はさ、なんかよくわからんかった、自分パニックってたもん。エルクティ、それな。おはよう、エルク。何の音？エアコン。あとでちょっと大学やだ。大学行ってみたい。東京ラブストーリーどんな曲だっけ？ドゥーン。うわ、東京ラブストーリーの曲めっちゃ好きなんだよね。ほんま。ネガティブなんじゃないよ。割合間違えた。大学はいいぞ。え、大学行こうかな。超絶ネガティブ。ビールと違うようになって。え、違う、なんかハイボールってなんか言えるじゃん、こうやって。こうやってカチって、なんか、このカチって音が鳴るまで入れてくださいって言われて、バイトの時、最初の時に。で、カチって言えるまでなって、その続きが説明されなくて。いや、でもなんかいつもこの辺いじってるから、この辺いじってみようと思って、そしたらなんかビールが出てきたんですね。で、そしたら、そのなんか、後ろから厨房みたいなとこが出てきて、人が、あ、それ違うよ、ビールだよって言われて。難しい。参考になる、確かに。ビールって、ビールやばい、怒られるやつ。そう、なんかさ全然違ってさ、意味わからんかった。何、本当に今でも覚えてない、なんかそういう作り方。レモンサワーいいよ、それはもうね、プロった。なんならジュースドリンク頼まれた時、レモンサワーしか作れんかったから、レモンサワー以外無視してたもん。他の人やってくれんかなと思って。割り増し料金払ってもらって、本当はラーメン作ってなかったよ。それ作ってました。意外無理、オリジナル方わからん、なんかよくわからん。あ、そう、カンチ、カンチってやつ。カンチおもろいよね。そうだ、ビールハイボール最高。言えば何でも、そうなん、教えられてなかった。なんか教えられるっていうか、なんかこれはこう入れて、あそこにあの液体があるから、あれを押せば出るよって言われたから、あそこにあるって言われたから、でもあそこのところに3個ぐらいあったんよ、なんかその押すやつがね、ビールとハイボールのやつと、なんだっけな、水があって、水じゃない、なんだっけあれは、忘れたけど、あって、それで分かんなくてビール入れてみた。安住さんに出したことある。え、なんで LDH のグループが喜ぶやつ。え、どういうこと。でもさ、難しかったです。やっぱ一番難しかったのは、焼肉屋でバイトした時に、なんかなんとか割りみたいないっぱいあって、グレープフルーツ割りとか、なんかレモン割りみたいな、なんか意味わからんいっぱいあったんですよ。それの作り方が未だにわからんし、一生わからんくて、ジュースっていうかドリンク全般無視してた。一生焼肉運んでたもん。そう、場所教えてもらったらわからないよね。そう、詳しく教えてもらえなかった。多分わかってると思うんかな、普通にそんぐらいわかるだろうみたいな感じ。なんか炭酸、そうそう、あ、炭酸だ、炭酸。教え方がわがわ、そうだよ。バイトって大体そんなもんよね。一生つきまとってくれるわけじゃない。網変えるのうまいよ。でもね、ヒヤヒヤするんよね、当たらないようにすると。面白いね。何それ、いろんな割りあった。そう、ドリンク全般無視は強い。そう、本当に無理だった。ドリンクだけはお願い来ないでくれって。でドリンク来た時の音が鳴るよ、トゥルトゥルンみたいな音が鳴るんだけども、それ地獄だった。教えてくれたのよ。ガイブさん、もお酒汁多すぎ。そう、なんか麦って書いたやつとか、本当わからんし、麦って何みたいな。しかもなんかピッコロみたいな、なんかピッコロみたいなピッコロみたいな、なんか名前のやつありましたじゃないですか。ピッコロだっけ、あ、違う、なんだっけ。ピッコロじゃない、なんかさあるじゃん、そういう、なんかわかりますか。鉄板ネタですね。歌詞はするか。え、東京ラブソング歌詞何。とてありがとう、ダースさん、イモケンフィーさん、ほらありがとう。え、そうなの、飲めるの。
消毒用のアルコールって。アルコールでも飲める？バイトもレッスンもポジションを覚えなきゃ。そうなんだよね。麦とか今とか。そう、あった。あ、そう、マッコリだ。ピッコロじゃなかった。ちょっと似てる。マッコリです。マッコリっていうやつが、なんかマッコリっていうやつだけ意味わからんけど、なんかコップが変わるんですよ。それが一番意味わからんかった。マッコリです。ピッコロじゃなかった。マッコリ。難しいな、やっぱり一生覚えられない。今だけはちょっとダメ。やっと盛り上がってまいりました。メタル入ってるかし、え、説明するの？やば。カルピスみたいなね。いや、分からんけどさ、中身見たことないから。マッコリっていう名前がさ、おだけ覚えてたわ。覚えてなかったわ。マッコリ、ピッコロだと思ってた。ちょっと似てるよね、ピッコロとマッコリって。色も違うじゃん。そうな、なんかさ、こんぐらい浅い、めっちゃ浅いさ、なんかそれ、なんか一杯で足りるんってぐらいのさ、一杯こんなんでちょっとしか飲めないじゃんってぐらいの量のこのコップ、めっちゃちっちゃいで、なんかついてたんだけど、もう普通に水のコップの方がいいでしょと思ってた。その話でこっちに行く。リズムでいい。コップカルソー、マッコリ甘いわ。そうなん？ピッコロは緑。おチョコかな。おチョコ？もうちょっと似てるでしょ。今すごいほこりした。そう、マッコリとか意味わからんなと思って。やっぱ一番むずいわ、お酒って。一生無理。今バイトしても覚えられない。私は本当に無理。マッコリ何色か知らん。え、水色のコップだった。コップみたいな。コップでもないけどね。うたた寝してる間にカナちゃん電車上がってきた。ピッコロ、オレンジピッコロなんだっけそれ。バーバチになんかおもちゃあった気がする。ということで、そろそろ配信終わりにしよう。お腹すいたから。消毒はどうしたらいいのかな。何だろう。危なー。じゃあもしゾンビが来て食べ物なくなったら消毒飲めばいいってことか。オッケー。13位小間正幸さん、12位春尾さん、11位キッチンさん、10位夏目さん、9位吉川さん、8位保安官さん、7位リンゴさん、6位ダースさん、5位ゆうゆうさん、4位加藤さん、3位ピスキさん、2位マッツンさん、1位はドゥルデン。ウェマーさん、ウェマーさん、ありがとうございました。嬉しい、ありがとうございます。時間延長した。そう、よく分かりません。私もフィギュア見た。何食べる？お寿司。立ち位置覚えてるのはあのってすごいです。ダンスの立ち位置覚えれるの？生姜焼き食べていいな。生姜焼き食べたい。さっき来たのに。え、ごめん、もうね、さっきね配信してた。あ、知ってるか。おやすみさせないよ。そう、ええー、チャーハン大盛りと餃子いいな。ごめんね、カノルリー、私はもう終わりよ。話めちゃくちゃおもろい。やった、よかったらフォローとお話が待ってます。お腹が空いたから寝るわ。小浜関さん、ありがとう。寿司でしょ、足やめようと。え、じゃあ思ってない。ごめんなさい。ではおやすみ。食べてきます、お寿司。